はい、お疲れ様です。まあ、このチャンネルもね、長いことやらせてもらってるんですけども、まさかまさかとうとうここまで来ましたよね。すごい方に来てもらっております。早速紹介しましょう。国民栄誉賞を取られておりますこの方でございます。吉田沙保里さんでございます。お願いします。よろしくお願いします。吉田さん、お久しぶりです。いや、吉田っち本当にね、豪大しておりますけども、何を持ってらっしゃる。今日ちょっとこれ差し入れで、え、何何、ちょっとアンバサダーをさせていただいてる、はい、はい、R1 明治の、あ、はい、R1 を、ありがとうございます、はい、ゴールドなんでね。あ、これいいやつ、はい、ぜひこれもらえるんですか。どうぞ飲んでいただいて。ありがとうございます。はい、体調環境ね、はい、ありがとうございます。よくしていただいて。明治さんの R1 ザゴールド、はい、こちらいただきました。ありがとうございます。吉田っちは本当久々なんですけども、はい、うん、15年前に1回ゴールドやってるんですよね、はいはい、やってますね。ね、はい、覚えてます。覚えてるんですよ。本当に、はい、珍しく、うん、珍しく結構忘れがち、まあ、忘れていくんですよ。どんどん消されていくんですけども、なんか遠藤さんとのゴルフのやつ覚えてて、うん、僕もすごい覚えてるんですけど、はい、あの時まだそんなにゴルフやってなかったもんね。全然もう100叩いてます。現役の時でしたもんね。はい、現役中でもうそんなに年に 2,3 回ぐらいしかできないぐらいの時です。そうですね。最近はどうなんですか、はい、ゴルフは。やばいですよ、もう去年からハマり出してですね、はい、ゴルフに、はいはい、でまあアスリート仲間もゴルフやる子が増えて、うん、はいはい、でもお誘いもたくさんいただいて、うん、でスケジュール空いてたら、うん、もう行きますっていう感じなので、もう多い時は週5の時ありました。もう連チャン。そうすると今日はコンディション的にはどうなんですか。昨日もやってきました。で、2日前もやってます。あ、じゃあ、はい、3連チャン目の今日ということで。結構そうですね、うん、やってます今週は。わかりました、はい、さあどうなっていくのかちょっとね、私も楽しみでございますけども、はい、今回ですね、こちら市原ゴルフクラブ柿の木台コースお借りしております。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあこちらで、まあこの時間からなんで、まあ徐々にナイターまで行くのかなという感じなんですけども、うん、はい、まあ、ひょっとしたらナイターになる前に終わるかもしれませんが、うん、はいはい、どうしましょう。いいですね。いいでしょ。おー、最高です、ね、もうこの時期やっぱりね、これぐらいの時期でゴルフっていうのが一番いいかなと思いまして、そうですね、はい、こちらの方でもしっかり体調管理したら、はい、もう完璧でございます。バッチリですね。もう完璧でございます、はい、バッチリです。最高です。メリーさん、私の CM 待ってますのでというわけでございまして、はい、どうしましょう。ストローク対決でいいですか。ハンデいただいて。お、はい、まあ、遠藤さんをね、うん、ベストもうパープレーということで。ベストはそうなんですけど、はい、ちなみにベストはベストですね、84で、はい、すごいな、やらせていただいてるんですけども、うん、アベレージはどれぐらいですか。平均大体これぐらいで回ってきますか。平均は、まあ、90そこそこですかね。90代が多いので、80代出れば、うん、あ、よかったなという、なるほど、いう感じです。ってことはハンデはエブリワンでどうでしょう。はい、いいですか、ね、本当はもうちょっと欲しいぐらいですけど。なんでやねんな。もう鳥とか叩いたりする時もあるんでね。いや、それは僕もありますよ、それは。そうですね、それは、うん、はい、じゃあ、うわ、エブリワンきついな。いや、きつくないです、本当にきつくないです。あとね、飛ばないんで、あ、で、レギュラーティーから私やります。いつもレギュラーティーなんで。僕も今日はここから行かせてもらおうかなと思うんですけど、はいはいはい、吉田チームじゃあ同じところからで。はい、あ、もう同じところから行きましょう。じゃあ同じところからで、はい、エブリワンで対決ということでいきたいと思います、はい、どうでしょうか。じゃあ今から頑張っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ココリコ遠藤の変な形。はい、では、アウトコースの1番ホール、はい、同じティーなんで347ヤードのパー4、はい、いきたいと思います、はい、エブリワンということで、じゃあ頑張っていきましょう、はい、じゃあ私からいいですか。はい、お願いします。失礼します。いきます。うおー、ナイスショット。やばー、ど真ん中。よし、これエブリワンではダメだね、これ俺のものだ。しー、ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さんですよ、それ。ちょっとお兄さん、よしよしよし、エブリワンですからね、言ってもね。ちょっと待って、もう言っちゃったからな、エブリワンって。さあ、やばい、うまっ。いやいや、これからです、これからです。よし、お願いします。お願いします。真ん中でいいんですよね。真ん中でいいっす。よっしゃ。おー、ナイスショー。大丈夫かな。おー、巻いた巻いた巻いた。出てますかね。おー、ナイスショーナイスショー。すごいね、ナイスショー。ありがとうございます。もうでも言っても、はい、僕あの2008年の北京オリンピックはもう、はいはい、吉田ちゃんの金メダルも目の前で僕見てました。はいはい、そうですよね。現場行かせてもらってね、はい、番組のね、タオルで、そうそう、あのタオルでね、当時の番組のタオルでね、バーってやって、はい、そこからのお付き合いで、うん、はい、それこそ
道場っていうんですかね、道場です、ね、はい、道場の方にも、はい、名古屋の方にも行かせていただいたりとかして、ね、はい、ちょこちょこ場面場面ではこうご一緒させてもらってて、でも本当にゴルフすごいハマってるよね。めっちゃハマりました。 SNS とかすごい見るもん。はい、もうほとんどそれしか載せてないかっていうぐらいみんなに言われます。なんか同じようなやっぱアスリートがなんか大久保さんとすごくよく言ってるでしょ、はい、サッカーのね、言ってますね、はい、あとまあ松井大輔さんとか、はいはいはい、もうめっちゃハマってるんで、うん、めっちゃそのサッカー関係増えましたね。そうか、野球の選手はやっぱ引退してる人とかで試合が少なかったんで、うん、これで内川君とか、はい、うちも、はい、ね、同級生で、同級生がめちゃくちゃ多くて、バンカーに、はい、吉田氏バンカーでしたね、はい、入ってましたね。じゃあちょっとこちらからちょっと左にやっぱ行っちゃったんでね、バンカーですね。ここからじゃあ距離測りますかね、はい、140ぐらいですね。140ぐらい、はい、乗せればいいですね。まあもう乗したら十分ですよ。乗せれれば140ヤードバンカーからやからね。当たるかどうか、うん、うわー、ナイスショー、乗ったんちゃう。 おっしゃー、ナイスショー、イエス、やべ、いいぞ、うめ、今日動いてきたからよかったのかな、うめえよ、ゆー吉田っちうまい。ってことでいきますよ、はい、94ヤードか。じゃあ52度でいきますね、はい、うーん、力入っちゃってもいいですよ。バンカーはダメなんで右からね、吉田っちのボールからあの辺に置いときゃいいか。あ、ちょっと右すぎた、ゴー、弱いし、いやでも乗ってないし、いやちょっとちょっと、まだまだ始まったばかりです。ちょっと押されてんじゃんやっぱり。いやちょっと待って、これ戻しとこう。確かに、確かに、リボート直しときます。よし、大事ですね。よし、さっきトイレ行ったら、すぐ直せば大丈夫なんですけど、うん、1時間かかったら1日かかるとか、あ、そう1日遅れたらもう1週間かかるとか書いてあったんで、本当にこうやってゴルフ場使わせてもらってるからちゃんとね、はい、大事に、そういうとこがやっぱ大事だよね。そうですね、うん、本当そうです、はい、いきます、3打目ちょっと突っ込もうか、止まって、あー、ちょっとそれ行き過ぎか、止まって、あ、怖がっちゃうかも。出た、ちょっと出ました。ちょっと出た。はい、少しだけ。やべ、押されてる。外からパターでいきます。はい。どっちや。いきます。止まって。よし、まあまあですね。オッケーオッケー。ありがとうございます。結構でも重たそうだったからな。よし、行きます。はい、あ、重いか、あー、もっとか、あー、ちょっと重かったかな、結構やっぱり重いな、うん、下りっていう感じがね、そうね、下りやからね、もうちょっと行くかなと思ったけど、やっぱナイター前だからもう芝が結構伸びてる状態かもね。なるほど、うん、まあこれで入れればいいですよね。入れたらパーです。カモン、うわー、ナイスパー、よっしゃ、よっしゃ、うー、よかったー、ナイス、あぶねー、あぶねー、やべー、やべー、緊張したぜ、吉田っちマジや、ガチやぞ。よし、行くぞ、はい、ボギーパットです、はい、絶対外しちゃダメです、これ、これいけます、もうこれいけます。よし、まだまだ始まったばっかり、よし、エンドボギーです、はい、パーボギーでございます、強いです、次いきます。次いきます、はい、2番ホールです。144ヤードのパー3ですが、この打ち下ろし、はい、かなりの打ち下ろし、高低差26ヤードってなってるんで125、はい、130弱ぐらいでございます、はい、ここはじゃあお縄、私から吉田先輩から、本当は見たいんですけどね、先にね。じゃあお願いします、お願いします、ナイス、ちょっと大きいか、筋ってますよこれ、大きいか大きいか大きいか、
あ、ちょっと大きいけど、でも止まったね、ナイス。よっしゃ、うわ、9番でもよかったかな。調子よくない？めっちゃ調子いいかもしれない。9番円でいきます。よし、お願いします。お願いします。9番で右からでいいですよ。右からで。いい。どうだろう、軽く距離だけ。あー、ナイスです。だいぶ手前やけどね。でも一応乗りましたね。乗れば、はい、ありがとうございます。よし、こうなってるからちょっとこっち狙わないとダメなんですね。これぐらいか、いいですか。弱い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 。ああ、珍しい。やばいやばい。あらアプローチの方が良かったかな。怖いよね。ね、もう一回いきますね。はい、お願いします。ほら、もうこういうのがあるんですよね。これさ、下ってはないか。お、入った？入る？お、お、おー、ナイスタッチ。これじゃあ先どうぞ。はい、ナイスナイス。あ、もったいなかったな今の。でもナイスボギー。はい、ありがとうございます。ナイスナイス。2パットでは行きたいですよね。長いな。でも行きます。はい、結構長いな。登ってフック。うわ、弱いのかな、これでも。いやー、全然弱いな。結構やっぱり距離が、そうね、重いですよね。ちょっとやっぱそんなに芝がね、伸びてますね。やっべ、ピンチ。これ待って、絶対入れときたい。うまい。うわー、ちょい、やばったくそ惜しい。今これ取ってたら入ってましたから。そうそうだ ね、 ね、 そうね。じゃあ行きます。はい、お急におじいちゃん。はい、ボギーです。はいボギーボギーですはい、3番ホールでございます。325ヤードのパー4でございます。はい、すごいありがたいことなんですけども、ゴルフは真剣に楽しく、はい、私はもうやりますって、はい、で勝負ですから。やりますよ。でもなんかその他のところの余白で、はい、めちゃくちゃなんか遊びたいとかってずっとおっしゃってるんですけど、遊びちょっと面白いことして視聴者の皆さんにもちょっとこう面白さをね、はい、いや、ありがたい、知っていただきたいなと。もう私たちからしたらもう吉田沙保里さんが出てくれてるだけで本当ありがたいんですけど。いや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 、もうそんなそんなね、うん、さっきボギーオロゴンって言えば失敗した乗ってますよ彼女いやいやいや、怖いですよ。やりますよ。どうぞどうぞ行きます。はい、ナイスショー。めっちゃええ球打つな。ナイス。ほっ言葉が出てこなかった急にカメラをつけられてもすいませんでした。こういうのね、酔うてる。あ、酔うてません。一回ちょっとレモンサワー。いや、飲んでへん飲んでへんよし、行きます。はい、ナイスショー。いや、まっすぐなんですよね。オッケー、ありがとうございます。いや、最近はどんな活動してるんですか。はい、あ、でもテレビ出させてもらったりとか、うん、イベントとかトークショーとか、うん、かぐらいですかね。やっぱ忙しいでしょ。本当、はい、だからゴルフばっかやってるじゃないですか。いや、でもなんかね、すごい。もうでも競技やめてもう、はい、何年になるの。引退したのが、あ、発表したのが2019年なんですけど、うん、試合にも出てないのが、リオのオリンピック負けて終わってからですね。そっか、はい、そからも出てないんで8年ぐらいはもう全然トレーニングしてないんで。そっか、はい、昔ね、覚えてますか、はい、道場行かせてもらった時に、はい、まあ、現役バリバリの時に、はい、本当に俺が真剣に挑んでいいですかってやらせてもらったら、うん、はいはい、私じゃ片足一本で全然大丈夫なんでつって、俺がもう本気でかかっていって、ま、びくともしなかったもんね、片足でね、うん、はい、そうです、現役中だったんでね、あれは。あ、そうか、はい、もう、あとロープをさ、はいはいはい、足使わずに手だけで、手だけで、はい、
それはもう今も今の子たちもやってます。今の子たちも、はい、私はもうできないですけどね。打ち上げ171、おし7番ウッドでいきます。ナイスショー。ゴー、乗ってくれ、乗ってけ、乗ってけ、乗ってけ。うわ、乗ったね、乗ったね。よーしゃー、うっそー、すげーな。やば、パワーで持ってた今。やばい、パワー声響いた。あれ、屋外なのに響く、響いてたな。パワーナイスオン、ありがとうございます。6番でいきます。はい、やっぱこれ乗さなあかんのか。ミスがないもんね。いやいや、珍しい、素晴らしい。いきます。つま先上がりなんでちょっと左行きやすいんで。うわー、嘘でしょ、下手っぴ。いや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 、全然やか。ああ、そちょっとごめんなさい、あの一旦 R1 飲みます。すみません、これ本当にすみません、痛いです。乾杯、痛いです、乾杯。よし、なんか本当今日はなんか R1 なんか明治さんの案件みたいな感じ。すみませんね。うん、うん、いいですね。ああ、いいですね。2倍ですからね、これ乳酸菌と、これいいやつ、ザゴールド EPS、 はい、うわ、うん、あー、よし、絶対このホール最高、最低でもパー取るぞ、取りましょう。よし、ゴー。私3打目いきます。ここからですね。うん、吉田っちがもう2オンさしてるからな。58度でいきます。いきます。はい、止まって、うまい、 OK、 うまい、よし、ありがとうございます、ナイスです、ありがとうございます。いいよ、あー、ちょっと短いか、超短いか、あー、入れ、入れ、入れ、うわ、惜しい、ナイスパッチ、うわ、うん、ボギー、うまい、アラゴン。使えた、言えましたね、結構ボギーオルゴ使える。言えましたね、言えた、ボギーオルゴ言えましたね、ボギーオルゴ。さあ、私はパーパット、パーパット、ここはちょっとスコア的にも入れときたいですよ。ほぼまっすぐです。いきます。いや、引っ掛けてるわ、もう。惜しい。よし。あー、ボギー。あー、ダメだ。ボギーばっかりだ。というわけでございまして、はい、吉田さんとの対決でございますけども、ここまでちょっと私劣勢でございます。ちょっとここからまだまだ残り4、5、6、はい、7、8、9とまだまだ続きますんで、はい、頑張っていきたいと思います。お願いします。お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。